皆さん、こんにちは。ただいま総選挙の真っ最中で、ありますが、ここでですね、日本保守党の、結党宣言というものをまず読みたいというふうに思いますので、少しお時間をいただければと思います。日本保守党の結党宣言、日本ほど素晴らしい国はないと私は断言します。神話とともに成立し、以来およそ2000年、万世一系の天皇を中心に一つの国として続いた例は世界のどこにもありません。これ自体が奇跡と言えるでしょう。日本列島は豊かな自然に恵まれていますが、反面世界有数の地震国であり、台風や河川、氾濫、豪雨など常に厳しい災害に見舞われてきました。その中で日本人は互いに助け合う知恵を育み、和して穏やかに暮らしてきました。古代の漢籍に、日本人は盗みをしない、争いは少ないと記されています。幕末から明治にかけて日本を訪れた欧米人らも一様に、日本人の誠実、勤勉、善良さを特筆しています。同時に私たちの先人は、痛手を受けても立ち直るたくましさをも培いました。国難の時、先人は勇敢に戦って国を守ってきました。トイの入港、元寇、幕末もしかりです。19世紀半ばには列強によって鎖国の扉をこじ開けられ、欧米の植民地争奪戦のジャングルに引きずり出されはしたものの、有色人種の中で唯一日本だけが独立を保ったばかりか、瞬く間に列強と肩を並べる強国になりました。ところが第二次世界大戦により、日本は木っ端みじんとなりました。300万余の尊い命が失われ、世界最貧国の一つにまで落ちぶれました。しかしそこから世界が共闘するほどの復興を見せたのです。世界第二の経済大国へと成長し、戦後の日本は世界の平和に貢献し、多くの途上国を援助してきました。これが私たちの国、日本です。この日本の海が、山野が今脅かされようとしています。他国に囚われた同胞は何十年も祖国の地を踏むことができません。野放図な移民政策や LGBT 理解増進法に見られる祖国への無理解によって、日本の文化や国柄、ナショナルアイデンティティが内側から壊されかかっています。これらを座視していてはなりません。断固として日本を守る、そのための新たな政治勢力が必要です。30年間国民の賃金は上がらないまま、負担だけが増え、若い人たちが将来に有望を、希望を見出せないままでいます。早急に経済を確かな成長軌道に乗せていく必要があります。結党したばかりの私たちの党は、巨像のような与党の前では灯籠の斧のごとき小さな存在でしかありません。しかし日本を守るという固い意志を持つ国民が一人また一人と集えば、必ずや大きな力になると信じています。私の残りの人生をこの党と共に歩むことをお誓いします。日本を豊かに強く、皆さんこれを合言葉に共に歩んでいきましょう。令和5年10月吉日、百田直樹、以上であります。この結党宣言というのは、まさに今
総選挙を戦っている日本保守党の原点で、あります。こうした思いに賛同し、私も昨年の9月1日に結党した、その結党のメンバーとして共に立ち上がらせていただいたということで、あります。じゃあその日本保守党、どういうことを具体的に国政においてやっていこうとしているのかということを少しお話をしたいと思います。ちょうどこの、まあ、ビラは選挙前から使っているものでありますけど、政策がまとまっているのですね、こちらを参照しながらお話をしたいというふうに思います。結党宣言にありましたように、日本8つの大項目の中の1つ目は日本の国体伝統文化を守るということであります。皇室典範を改正し、宮家と旧宮家との間の養子縁組を可能にするということ、これが男系男子というものをしっかり引き継いでいくのに、今の社会情勢の中では一番のやり方だろうということであります。まあ、言うまでもなく、日本の皇室は男系男子で、ずっとつながってきたわけで、ありますけど、それを受験してしまった途端、もうそれは今までの皇室ではなくなってしまうと。でもその男系男子というものをですね、保つために昔は側室を置いたりですね、いろんな違う、今とは違うやり方を取っていたわけでありますが、この令和の時代にですね、男系男子のために側室を置くとかですね、そうしたことというのは極めて、まあ、整合性が取りにくいと、社会とのですね、そういう中で、そのある意味日本の縦糸の一つである、その中心の秩序を守っていくというためにはですね、すでに男系として、おられる旧宮家、今の宮家ではなくてですね、皇籍から離脱をされているですね、旧宮家のその血筋というものを養子縁組で、皇室に、入っていただくということで、その男系の血筋をですね、その筋というものを、まあ、伏線化していくと、増やしていくと、そういう中で、男系男子の血筋をしっかりと引き継げる体制を作るということで、あります。極めて重要なことで、ありますんで、まあ、こうしたことを、まあ、同じ思いを持つですね、党派を超えた人たちと一緒にやっていかなければいけないというふうに思ってます。まあ、あとはですね、この大項目では名古屋城天守閣の木造復元貫通ということであります。まあ、名古屋城というと、まあ、思い浮かばれるのは日本保守党関連では河村隆もう前名古屋市長となりますね。今衆議院選挙中で、衆議院議員としての候補にとしてですね、愛知1区で日本保守党の公認で戦ってますけど、まあ、その河村さんがですね、以前から進めておられることであって、これは名古屋だけの話ではなくてですね、まあ、象徴的な存在としてこの名古屋城天守閣というのが書かれているわけであってですね、もうこういうものはですね、実際に建てたり解体したりしていくことをですね、ある程度繰り返していかないと、この大規模な伝統的な木造の、まあ、建物というのをですね、建てる技術というものがもう引き継がれなくなってですね、いつの間にかどうやってたのかよく分かんないとかいう話になってしまうわけですね。で、まあ、コンクリートとかでですね、作ってしまえば安上がりで、で見てくれもいいかもしれません。耐久性もですねあるのかもしれませんけど、そうした合理主義だけでやってしまうのではなくて、先人から引き継いできたそういう、まあ、技術もですね、しっかり引き継ぐという意味で、伝統的な建物は特に伝統的なやり方で、次の世代につないでいこうということの象徴の政策で、あるというふうに私は
理解をしておりまして、まあ、他の地域の他の伝統的なですね、建物の保存についても継承についても同様のやり方をしていこうという、まあ、党としての明確な意思で、あります。で、まあ、3つ目がですね、 LGBT 理解増進法の改正、まあ、特に児童への教育というものをですね、そういう項目の部分はもう削除すべきだということを掲げています。まあ、LGBT 理解増進法、もうその法自体ですね、まあ、私はそもそもいらない、立法をする理由が存在しないというふうに思うわけですけど、まあ、特に子どもにこういうことをですね教えるというような条項はですね、もう真っ先に削除すべしだということで、あります。まあ、子どもというのはですね、こちらでも何度もお話ししましたけど、やはり精神的にまだまだ発展途上の未熟な存在であって、まあ、社会の標準的ないろんな形というものをまず知って、腑に落とした上でですね成長していくべき存在だと思うんですけど、そのいわば標準的なものをまあ何て言うんですかね、得得する前にですね、いやその標準じゃないのもいっぱいあるんだよと、いっぱいそういう人たちもいるんだよというのを横からいっぱい教えてしまうとですね、何かこうそういう標準じゃないものの方に憧れたりですね、まあ理解を示すことまではいいんですけど、今度そっちになんかなってみたいとかですね、そっちの世界の方がなんか良さそうとかですね、いわば、まあ、一つの現実逃避の手段としてさえですね、そういう社会の中でいわば標準というものでない対象に投影をしてしまって、まあ、そっちの方に一時的に行っちゃうと。で数年経って冷静になってみたら、やっぱりあれはまあ若い時の判断のですね、間違いだったなと。体は男性なのに女性というのになんか憧れてですね、男性器切り取ってしまったということをやっても、それを後悔してもですね、もうそれは取り返しがつかないというようなことが、まあアメリカなどでは起こっているわけですよね。で、日本ではですね、まだそこまでのことはいろんな法規制もまだアメリカなどに比べるとですね、比較の上では厳しくなっているので、そういう事例というのは、まあ、少ないように聞きますが、今の社会風潮延長線上にはですね、アメリカのそういう問題だらけのですね、子どもの頃に体を切り刻んで男を女に、女を男にして、で大人になってからやっぱそんなことしなきゃよかったと、でももう戻れないよというようなことが起きてですね、でその子どもの頃にそういうのを、まあ、いわば先導した活動家とかですね、教師がいて、まあその時は信頼してたし、こういうことがその通りだと思ってたけど、実は間違ってた、自分はそう思ってたら間違ってたんだということで自分を責めたり、あるいはその、まあ、間違った方向に導いてしまった人を責めたりというようなですね、状況が多く生まれています。まあ、こうしたことが絶対あってはならないという意味で、この児童への教育の部分は特に削除を強く打ち出しているというところであります。で、まあ、2つ目の安全保障についてはですね、まあ、憲法の9条改正、まあ、当然のことで、あります。まあ、2項の一部削除というようなことですね。で、自衛隊法も改正して在外邦人というものを救出をですね、もっとスムーズに行えるようにするということ等々をやろうというふうに書いています。まあ、在外邦人の救助できる部分はあるんですけど、ものすごく限定的なんですね。まあ直近だとアフガニスタンみたいなですね、国がこの間崩壊して全く別の体制になったタリバンにまた国をですね乗っ取られてしまった、そういうような状況にガラッと変わった時にですね、ではあそこに自衛隊機が
まあ、できるだけ近くまで行って飛行機をですね、飛ばすことはできます。でもそこからですね、自衛隊員が飛行機から降りて、まあ、現地の邦人救出すべき対象をですね、少し離れた数十キロ離れたとこから、まあ、いわば護衛しながらですね、その飛行機のところに導くとかですね、そういうことはできないんですね。もう自衛隊機は現地には飛ぶことまでは可能ですけど、自衛隊はその空港でですね、邦人が自分の力で、もう混乱してですね、そこら中で銃撃戦を行っている中、民間人がですね、無事その自衛隊の飛行機のところまでですね、たどり着いてくれることを祈りながら待つしかないというようなですね、状況で、護衛というものがそもそも、まあ、対象になってないと。救出に行ったっていう形は取ってるけど、実質は現地の邦人にとってはものすごいハードルが、まあ、高いとこういうような状況で、結局は、まあ、同盟国としての恩情でですね、まあ、アメリカが飛行機を飛ばす時にですね、アメリカ人がいっぱい集団でその飛んできた飛行機のところに誘導される時にですね、まあ若干の、まあ、空きがあるとこういう時には日本人もじゃあ一緒に乗せてやっていいよというようなところに護衛付きで、その銃撃戦を行われているような中もですね、くぐり抜けて飛行機に乗せてもらうと、そのような方が、まあ、スムーズな現状になっているということで、あります。これはまあ主権国家としてですね、非常に、まあ、ある意味恥ずべき状況であってですね、大事なもの人というものはですね、戦ってでも守るというのはもう至極当たり前の話で、それは国内でも国外でも同じなので、そういうことができるようにとこういうことをはじめですね、まあ、いろんなところを変えるということであります。で、海上保安庁法、これもですね、海上保安庁というのは海の上の警察にいます、それにしか過ぎなくてですね、外国からのいろんな武力行使等に対してはですね、極めて限定的な対応しかできないというようなものをですね、まあ欧米にあるコーストガードのようなですね、もう少し強い権限を持った形にできるように法改正すべしだということ、そして次はスパイ防止法の制定、これはもう何十年も自民党のごく一部の議員が言い続けてきました。結局はもう自民党社会党というのがあった時代にはですね、社会党との関係で国対とですね、国会運営の取引材料にされてですね、スパイ防止法をなんか自民党の一部がやろうとして、党でもやろうかなっていうふうになってきたけど、そういうのもしやったら他のこの重要法案とかですね、予算案とかですね通さないよと、国会の審議もですね、遅れるよと、どうすんのという取引材料にされてですね、自民党の方が結局、まあ、取り下げたりですね、まあ、自民党公明党の連立の時代にはですね、やっぱりこういうものはスパイ防止法というのは人権侵害にあたるとかですね、なんかこう外国の人を敵視してるみたいでけしからんとかですね、そういうような風潮の、まあ、連立与党の一角の人たちですね、そういうところに配慮して結局議論の訴状にすら上んないということが続いてきました。こうしたものはもう状況が緊迫している中で必須のものであってですね、しっかりと制定をしようということで、あります。まあ、諜報専門機関の設置とかですね、そうしたことも法整備も含めて合わせてやろうということです。あとは、まあ、防衛研究への助成、促進ということですね。今、防衛研究というのはですね、まあ、民間でも、まあ、研究されているところもありますが、教育機関でもですね、本当はやんなきゃいけない、ものなんですけど、大学はですね、自衛隊とか、軍事、そういったものにですね、研究成果を提供するようなですね、
またそのためにそれを目的に研究するっていうのはですね、学問の敗北であって堕落であって、そんなことは決してやってはならないというような位置づけでですね、もう徹底して、そういうものを否定している連中がですね、学会っていうのは創価学会じゃなくて学会ですよ、学問の創始したところを乗っ取っているというような状況、そうしたものも含めてですね、是正をしていけるように、まあこれは大変なことですけど、そういうことや、まあ、政府の投資を防衛産業に一層促進をしていくということを訴えています。で、まあ少し駆け足にするとですね、まあ、あと外国勢力が不動産を買いまくっている、こういうものも購入規制をとにかくしていかなきゃいけないと、まあ、巧みに偽装してですね、日本国籍者が購入した形をとって、それを天貸しとか転売してですね、実質は、まあ、チャイナの連中がですね使うようなことも考えられますけど、もうまずは形として、外国人勢力にですね売れないよというようなことを明確にすべしであって、まあ、いろんな条約等との絡みもあるという指摘もありますけど、じゃあその条約を実際他の国ではどういう整合性をつけてやってるのかというのを見るとですね、もうその条約そのものを機械的に読んでるような対応をしてるんじゃなくて、やはり臨機応変ですね、規制するところはしっかり規制しているというのが当たり前なのでですね、そうしたところを進めていこうということで、あります。でさらには、まあ、拉致問題解決ですね、そのためには私ももう常々20年ぐらい言ってきたことそのものなんですけど、北朝鮮の政府と外交交渉でどう、まあ、向こうの指導者と会うとかですね、交渉するかということ、それは一つの要素としてもちろんあるんでしょうが、それ以前にもう今すぐにできて身近なところでできるのは、日本国内にある北朝鮮の出先機関協力機関に対してどれだけ適正な対処をできるかと、まあ、日本人を拉致して返さないで、それですね、居直っているような、そうした政府と同じような主張、同じような姿勢を取っている日本国内の出先機関はですね、やっぱりとことんまで制裁で、締め上げて、そして、まあ、解体に結びつけていくというようなことがですね、もう当然まず最初の一歩としてやんなきゃいけない。それすら、まあ、できないどころかですね、もう地方自治体なんかこう調整なんか補助金まで出してると、そんなことやってたら拉致被害者返そうっていうようなですね、まあ、緊迫したいろんな圧力がある中で、そうせざるを得ないというような方向にはですね、もうなるわけがないんですね。ですから、まあ朝鮮総連というのはもういろんな違法なことも今までやってきましたし、まあ北朝鮮のですね実質的な出先機関では間違いないので、まあいろんな意味で解散をさせられると、まあ破防法の適用も一つの選択肢でありますけど、さらにはまあ朝鮮学校もその支配下に、さらにその支配下にあってですね、学校教育法、教育基本法にも全く合わないようなカッコつきの教育をやっているので、そもそも補助金を出すというのはもう当然国から指令を出して自治体には全て止めさせるのは当然ですし、学校の認可においても認可の基準というものを今までよりもきちんと明確にした法律を追加で作ってですね、でその上でそれに合わないということで、学校法人としての認可を取り消させるということをやっていくべきだろうというふうに私は思っております。まあ他にも減税でですね、消費税はまず 8% にして 5% にしていくと、給付金をばらまくことでですね、無駄な経費をかけてですね、恩着せがましくやるというような政府のやり方ではなくて、もう消費税を一律、まあ、減税をして、まあ、日本の景気を良くしていくこと
以降ということとかですね、ガソリン税も同じように減税をしていくと。で、地方税減税というものもですね、地方自治体がそれぞれ、一義的には、の判断するような事例ではあるんですけど、その地方減税がですね、地方自治体ができるような形に、国からいろんな措置を講じるということも行うと。で、税金というものは非常に複雑なのでですね、それを簡素化して不公平な部分を解消していくということ。労働力がですね、増えにくい原因になっている、二分二乗制っていうですね、そういう制度を、労働力が増えにくいので、その二分二乗制度というものを導入をしていくということも含めてですね、新しいやり方を考えていこうということ等々提起をしていきます。他にも外交議員の家業化をやめるとかですね、野放図の移民政策は是正していく、エネルギー政策も括弧付きの自然エネルギーというものを盲従するようなですね、やり方はやめていこうと。で、教育についても様々な提起をしております。時間が長くなりましたんで割愛させていただきますが、こうしたことをですね、この選挙戦、訴え続けてきましたが、あと残り数日ですね、しっかりと提起を広げて、そして国会で、この思いとですね、多くの方からしっかりこれを訴えてほしいというその思いを背中に背負ってですね、活動していきたいというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。